で生まれた数少ない予想的技術瞬間輸熱乾燥法の発生です。こうして昭和33年世界初のインスタントラーメンの誕生、チキンラーメンと名付けられました。チキンラーメンは魔法のラーメンと呼ばれるほどの爆発的な人気を得ました。日清食品創業者安藤桃子の思いにインスタントラーメン開発の命が焼き付けられたのはラーメンスパイダーさんでも行われました。お次は並びのお客様カップをお預かりいたします。